こんにちは、マサイ6494です。今回はドラゴンクエストオタクトのサンダタロードの7をやっていきたいかなと思います。先ほど一度クリアしました。推奨戦闘力1万2000になりますね。まだ、アリーナさんのサンタコスの手に入ってなかったんで、なかなかきついかなと思ってたんですけど、まあ、レベル上げしたんで12313となっております。まあ、敵は、煉獄長ですね。動きはもう完全に把握しましたね。アミスト。まず連続攻撃をしてくる煉獄長さんをまたミスター倒すところから始まると、これで倒しました。なんか声が遅れて聞こえてクリオ状態なんですよ。倒しております。1万2000までいかなくても倒せるんじゃないかなっていうとこですね。はい、ということで、ドラゴンクエストオタクトのサンダタロード7でした。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。